ことだと思うんですよね、はい、家事もそうだと思うんですよ。5月の月経を振り返ってみたいと思います。で私もクールなんだなって思って、同じこと感じてます。茅ヶ崎に来ていまして、何だろう、見た目すごい真面目そうに見えるんですけど、全てを駆使して戦いたいと思います。いらっしゃいませ、お待たせいたしました。金魚クラブというドラマに出演させていただいています。エディション皆さん盛り上がってますか。今の何十倍も輝いていられるように頑張っていきたいと思っています。